はい、皆さんお疲れ様です。プロダーツプレイヤー浅田聖吾の聖チャンネル、今日もご視聴よろしくお願いします。はい、皆さん今日はね、めっちゃええよ。ダーツがためになる、ダーツのね、投げてるのとか技術的なこととか全く関係ないっていうのは、今日ね、バイクの動画、僕は5月に修理出したよね、バイクを。で、それがやっとバイク屋から電話かかってきて出来上がりましたよと。よし、出来上がった。8ヶ月待ったからね、これ。ほんまにずっとこう探り探り、あれがこれが言うて、ほんで旧車やからもう部品もないし、結局エンジンもね、全然なんかこうあれやこれや言うて、結局腰下まで全部行くっていう、バイク好きにしかわからない動画なんやけど、まあせっかくなんでバイク屋に取りに行ってね、で、まあどんなバイクやねんと、自分のバイクを紹介して、修理ね、こんだけ修理しましたよっていう、まあ記念でもあるし、動画撮っていこうかなと思います。なんで今日はダーツに全く関係ない動画やけど、バイクの、好きな方、ハーレー好きな方、僕自身を応援してくれてるね、僕のプライベートに興味のある方、ぜひ楽しんでいってください。はい、それでは皆さんご一緒に、最後はい、だいぶ近くまでやってまいりました、バイク屋さんの近く、もう歩いてね、2、3分のところまで来たんですけど、どうやろう久しぶりの対面なんでね、ちょっと緊張しますね。どうなってんのかな、ほんま。いやー、眩しい。まあ、ちょっとね、修理した箇所とか仕様変更したところもバイク屋さんに聞きながら、久しぶりのご対面と行きたいと思います。おー、これ僕が出してるバイク屋さん、これ僕のバイクですよ、僕のバイク。これ、ちょっとご挨拶。あ、お疲れ様です。ちょっと店内撮っていいか分かんないんで、これで行きます。お疲れ様です。あれやってくださいよ、ちょっと映したらいけないかもしれないんで。こんにちは。あのブラウンチェリーモーターサイクルさんの原大先生です。あれやってほしいです。これあの分かるようにちょっと出しますわ、あの写真、スンガさんのやつ。あ、はい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 、で今日ちょっと YouTube 撮らせていただいてるんですけど、これ僕のバイクですよね。はい、出来上がりました。これちょっと撮っていきますね。はい、こちら僕のバイク出来上がったんですけど、どうですか、かっこいいですか、皆さん。かっこいいでしょ、これ。ようやく乗れるようになりました。で、どこを修理したとか、バイク屋さんから見たこのバイクどうかなっていうのを、ちょっとだけインタビューしていいですか。はい。はい、あの原大先生、今回ちょっと大まかにどこを修理したとか、教えてもらって、はい、教えてもらえたら。一番大変やったのが、はい、フリーザーギア、フリーザーギアっていうところがちょっと、溝が掘れてたりしたんで、はい、そこを再生するのにちょっとお時間かかりました、はい、フリーザーギアの再生、はいはい、フリーザーギアホールですね、ギアホール、はい、あとはクランクバランストリーの、はい、バルタイ合わせの
シリンダーがね、4サイズオーバー、はい、4サイズオーバーになりました。はい、はい、もちろんヘッドもやってますし、はい、で今回バルブステムシールは売ってないです。バルブステムシールはなしで。なしです。はい、はい、多少煙吹いたりとかはすると思うんですけれども、はい、ノーマルではついてないので。あ、まあ純正に戻ったと。そうですね、そういう仕様にさせていただきました。はい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 、はい、あと何だろうな。まあ一応だから腰下まで手が入ってるという。そうですね、もうフルですね。あ、フルで、はい、アカウントが全部、はい、やっていただいたと。はい、で、まあ、仕様変更的にはまあこれちょっと別でやったんですけど、まあ、塗装ね、これ見てください、これ、うん、逆か名前も入れてハンドルもちょっと絞った感じにして、他もね実はオイルラインのねこれ取り回し、もともとなんかもう全然あかんとこついてない、これ変えてもらったりとか。このバイクセルついてるんで、タイヤとセルがぶつかっとったのでこれもクリアランス取ってもらって、 CC バーもちょっと改良してもらって、なんやかんいろいろやらせていただきました。1年ぐらいですか。5月に出したんでほぼ1年です。8ヶ月。はい、お世話になりました。あ、いえいえ。でちょっとみんなこれ見ても面白くないと思うので、ちょっと明細の方を、はい、金額は伏せるんで多分見せれないと思うんで。わかりました。ちょっと店内お客さんの他のバイクもあるんで、僕のバイクを映しながら、かっこいいと思うんですよね。モザイク入れます。まあ、こんなこれ1ページ目っすよ。これ金額はまあモザイクで、これやばないですか、部品の量と言って、はいこれ修理箇所ってことですよね。そうですね、あのやったやつとか、はいはいはい、ラストです。え、結構もともとじゃあこれ先輩から譲ってもらった時エンジン完璧やって、200キロしか走ってへんって言ったのがもうほぼ感じのそうですね、200キロで摩耗してるにはちょっと、はい、うん、やりすぎて、うん、はい、まあでもまあいい感じに仕上がったんで楽しみです。はい、あとツーリングとかも。そうですね、はい、はい、じゃあ最後になんかもしお店のなんかあれば。お店のっていうかなんかあれですねありがとうございましたありがとうございます。すいませんはい、じゃあ最後にエンジンかけようかなと。皆さん音聞きたいと思うし、いいですか。あ、僕ですか。カメラ持ってもらうかかけてもらうかなんですけどどっち行きましょうかけてください。わかりました。怖いんで僕絶対こかすんで。わかりました。お願いします。はい。